いやまさかの峠越え、上り坂が続きます。でもね、僕笑顔でしょ。そう、電動アシスト自転車アシストのおかげで超快適です。宮武さん、どこに向かっているんですか？到着してからのお楽しみだよ。自転車をレンタルした水の里奥津湖からはおよそ9キロ。峠越えも何のその、快適快適。いよいよフィニッシュだ。フィニッシュの先には中華料理の天府園。そう、ここに僕は来たかったんだ。高台の穴場の中華料理店天府園。でもなんか富山荘って書いてる。意外な場所に中華のお店があるんですね。穴場なんですよ。富山荘の1階にお店があるようです。いや、この看板も気になるよね。陳さんの水餃子、ね、あなたをほっと癒したい、そんなメニューがいろいろあります。ということで、僕がどうして気になっていたかというと、本格中華が鏡野で味わえるということなんですね。こんにちは、お邪魔します。あ、すいません、 RSK の宮武です。あ、イラストの顔だ、陳さん。陳さん、ニーハオ。ニーハオ。ちなみにご主人様でいらっしゃるんですか？そうです。あ、日本人の方。そうです。あ、そうなんですね。本格四川料理が味わえると聞いてやってきたんですけど、はい、奥様が中国の方だからということなんです。そうですね。あ、そうですか。ちょっとね、景色も僕気になってたんです。ちょっと向こう行ってみいいですか？はい。おお、見て見て、テラスになってるんですね。ほら、さっき僕が自転車で走ってきた鏡野の里山が目の前に。思わず深呼吸したくなるね。ほんといい景色。もう絶景中華料理店じゃないですか。そうですね。あそこに大空山ってあるんですけど、あそこはもう遠足で登ったりして。中華はもちろんですけど、景色もごちそうですね。そうなんですよ。紅葉のシーズンはテラス席がおすすめなんだそうですよ。お店の料理は名物の水餃子のほか、陳さんのふるさとの味麻婆豆腐も人気なんだそうです。食材も四川から取り寄せています。はい、できました。ありがとうございます。お待たせしました。うわー、水餃子と麻婆豆腐じゃ美味しそうだね。皮から手作りした陳さんの水餃子です。たまらんな。ではいただきます。なんか出た、うん、おー、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。プルンプルンの皮からじゅわっと旨味が溶け出してきた肉の旨味ですね。あとこの香りがものすごくいいんですけど、これどんなお野菜入れてるんですか？ニラと白菜。シンプルですね。でもすごく香りがいいですね。もう野菜も全部自分の畑で、はい、じゃあ鮮度のいいものをこの水餃子に利用なさっているということで、はい、さあ続いては麻婆豆腐。辛そうですね。辛くないわ。めっちゃマイルド。すっごくこれも香りがいいですね。いや、なんか思ったより、辛みが抑えられてて、旨味の方が強い感じですよね。香りもいいし、この麻婆豆腐がやっぱり上手に作れたら四川のお母ちゃんになれる、そんな感じですか？どうですそうかもしれない。これからの季節にぴったり、激辛四川火鍋です。体の芯から熱々になること間違いなし。いや、これからは本当に行楽の秋でもありますよね。そうですね。ご主人、やはりこの景色がまた素敵なんでしょ？モミジがね、大変綺麗になるんで、